はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、大井隆です。今日はこちらでございます。見えないかな、見づらいね、コンビニスイーツランキングをですね、大井隆のベスト10を決めたいと思います。本日はファミリーマート様ですね、ファミマで買ったコンビニスイーツですね、紹介一個一個していきましょうか。はい、まずカカオ香るシュートリュフでございます。カカオ香るシュートリュフ、シュークリームトリュフ、トリュフなんですよ、シュークリームのチョコバージョン。はいはいはい。そしてこれすごいな、もち食感いちごのもちもちクレープ、いちごのもちもちクレープでございます。はい、美味しそう。さあエントリーナンバー3、何これ、ノビーナエクレアチーズ、伸びるわけですね、ノビーナ、はい、エクレアチーズでございます。面白いですね。え、これ全部食うの？そしてスフレプリン、あ、これ定番ですね、スフレ。これ絶対間違いないですね。これ一番うまいですね。スフレケーキの中に生クリーム、そしてプリンっていう。いや、これ面白いですよ。ねっとりイタリアンプリン、ギュッとクリーミーっていうね。プリンねっとりしてますね。そしてうまみ抹茶の白玉ぜんざい。あ、これもうまいだろうな。なん2回目です。これ全部食うの？はい。まだ半分。香ばしいクッキーのクリームサンド、これが7番目。キャラメル&バニラ。あ、来ました。私大好きでございます。3種のクリームチーズを使った焼きチーズタルト。私これ大好きですね。これはもう間違いない。はい、そして9番目は王道中の王道。クリームたっぷり濃厚カスタードシュー。これ3位ですね。3位ですね、これは。最後ですね、やっぱりケーキですよ。お、いちごのチーズケーキ。いちごのチーズケーキ、はい、いちごのチーズケーキでございますね。10個ここにございまして、私お腹が空いております。その前に今ジャケットでランキング決めています、うん、スフレプリン1位、チーズタルトが2位、いちごのチーズケーキ3位。間違いなさそう。チーズ好きなんですよ。エクレアチーズ4位、エクレアチーズ4位、うん、で濃厚カスタードシューも好きなんで、これで5位ですね、はい、なるほど、はい、あと5位、5個はどうでもいいです。なるほど。大井さん、僕提案がちょっとあるんですけど、はいはい、選んだトップ5って大体うまいじゃないですか。大体うまい。だからこいつらから食べちゃうと残りの候補たちがかわいそうなんですよ。お腹も膨れてきて、これちょっと微妙だなみたいな。わかりました。かわいそうなんで、はい、この順番逆からいってみましょう。わかりました。じゃあカカオ香るシュートリュフ、こっからいきます。これいきますか。これはちっちゃいな、200キロカロリーぐらいですね。189。こんなの一瞬だろう。一口、おお、本当にいった。超うめえ。超うまい。超うめえ。あのね、チョコレートがまず濃いのよ。あ、そうなんですね。これなんて言うんだろう、何かに似てるんだよ。何かに似てる、うん、表せない。何に似てるの、これ。食べたことある味なんだよ。でも表せない、思い出せない。カカオ香るシュートリュフは、はい、すでにカスタードシューを抜きました。5位でございます。マジっすか、うん、そんな。じゃあめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうめえ。これが一番、これが一番かもしれない。そんぐらいうまいならこれ一番結局あるんじゃない。ある。これ M1 方式みたいな感じで、はい、今のところ暫定1位だから。これ、なるほど、うん、暫定1位。暫定1位だから。よし、じゃあプリン食べるわ。あ、いいっすね。ねっとり、ねっとりイタリアンプリン。うわー、これうまいやつだな。僕はちなみに B 級時代なんで、昔ながらのパン屋さんで売ってるようなプリンが好きなんですよ。うわ、なにこれ、硬い。超うめえ。めちゃくちゃ硬い。食うの早。はい、うん、ないだこれ。シュークリームは超えてません。なのでシュークリームが1位で、はい、これが2位でございますね。はい、ちょっと見やすくなりましたね。はい、さあ次3品目何いく？クレープいく？いちごのもちもちクレープいきます。あー、うまいわ。1位です、今のところ。あ、来ました来ました。1位来た。はい、いちごのもちもちクレープ1位です。来ました、うん。あれ、これ何入ってんの？いちごは入ってます、ね、いちごと生クリームとストロベリーソースとカスタードクリームも入ってる、はい、ああ、なるほどなるほど。
何だこれ。このクレープがあって、越えられない壁があって、はい、トリュフシューとプリンです。プリン、もう越えられないこれ。そんなにうまいですか。うん、このクレープうまいわ。193キロカロリー、うん、これうまい。1位です。はい、続きまして4品目でございます。香ばしいクッキーのクリームサンド、イエーイ、キャラメル、キャラメル&バニラ、こちらですね。食べていきたいと思います。お、すでに美味しげな香りがあ、なんかメープルっぽい、あ、しっとりとした、しっとりとしたクッキーですね。うん、うん、悪くないな。だけど飽きてきて、甘いものに。うまい、うまい、うまいよ、うまいよ、うまい。キャラメル風味のクッキー今のところ4位です。最下位。はい、あのね、他のものが強すぎた。時代が悪かった。あの頃 M1 に出てれば優勝みたいな人いる。はいはい、います、います。で、今回はミルクボーイもかまいたちもぺこぱも面白かったんだけど、はい、かまいたちなんてね、違う年だったら優勝してるからそんな感じで、今のは運が悪かったね。運が悪かった、うん。てなわけで5品目、僕のベスト5以外の5品目はこれですね。うまみ抹茶の白玉ぜんざい。これがですね、絶対にうまいんですけど、お母さんに持って帰っていい？お母さんがですね、私の仕事何やってるか分かんないんで、自宅待機してても、はい、あんた仕事なくなったんかい、クビになったんかいみたいな、はいはい、サラリーマンだと思ってるんで、はい、M リーガーなの全く知らない。知らないです。麻雀プロっていうことも知らないです。要は麻雀関係うっすらあなたみたいな仕事だと思ってます。裏方です。あ、なるほど、なるほど、うん、事務員だと思ってますはい、てなわけで白玉、まず白玉食べましょうか。生クリームと白玉と、はい、あんこと、はい、なにこれ、なにこれ、抹茶ゼリーっすか。もう手長く割れねクリームが抹茶だ、下があんこで、うわすげえうまい。これあの一品目で出会いたかったよ一品目で出会ってたらこれもしかしてぶっちぎり1位。あのね、もうお腹いっぱいなのよ5個目だから。あのね、本当にもう遅いんだよ、君と出会うのが遅すぎた。一品目に出会ってたら1位って言ってるってことは、うん、事実上1位じゃないですか。1位です。抹茶白玉、なんだ、まあ、名前も忘れちゃったよ。うまみ抹茶の白玉ぜんざい、税込み298円、313キロカロリー、ぶっちぎりで1位です。ぶっちぎり、あのね、全部がうまい。あんこうまい、クリームうまい、抹茶クリームうまい、これが1位でございます。1位きた。今のところ5品中ですね、白玉ですね、一番うまい。残り1つでございますが、ここはもうやる前からのトップ5ですか。はい、絶対うまいんで、じゃあ王道いきます。あ、王道いっちゃいます。王道の濃厚カスタードシュー、こちらですね。王道ゆえに難しいとこあるんですよ。 M1 で言うと王道の漫才面白いんだけど、はい、やっぱ一発ドーンみたいなっていう方が受けたりするじゃないですか、はい、だからこの王道がこの今のブームに耐えられるかなと、はい、なるほど、うん、時代のパワーに。そうだから、もうニャンコスターみたいのいたじゃん。はいはいはい、うん、これは王道すぎるのよ、うん、うまいわ、これはうまいわ。クリームがめちゃくちゃ入ってる、うまいわ。クリームがね、今回カスタードオンリーでございます。はい、3番目ぐらいかな。クレープどっちがうまい、いやこっちの方がうまいな。2位です。クリームたっぷり濃厚カスタードシュー2位でございます。はい、トリュフシューを抜いた、超えました。超えた。あのね、結局トリュフシューは、はい、今だけだから。なるほど、うん、これ一生うまいから。確かに、うん、一生うまいものやっぱりね、大事にしていかないと、昨今のお笑い業界。はい、というわけで7品目、ノビーナエクレアチーズ。エクレア大好きなんですよね僕。チーズの味すんの。伸びるですからね。あ、伸びた。お、すごい。お、すげえ。すげえ伸びた。すごいすごい。チーズが。え、チーズがエクレアに入ってたら、うまいに決まってんじゃん。絶対うまいっすよ、これ。あれ？どっちっすか？ぶっちぎりで1位。ぶっちぎった。すべてを超えてきた。マジっすか？うん、マジで。一番好きな食べ物が今まで、はい、ウニとかだったんだけど、お寿司とかだったんだけど、はいはい、これあのね、チーズ好きだから、はい、たまんないのよ。この伸びてんのよ。しかもこれ新発売って書いてあるから、
これブレイクするぜ。この動画が出た後に売り切れになっちゃうかもしれないですね。ちゃんとしたナチュラルチーズというか、はい、ちゃんとしたチーズが入ってるのよ。ほんとうまい。これぶっちぎりで美味しいです。神セブン、神セブン、しょうがねえな。焼きチーズタルト、チーズの後チーズいっちゃう。チーズの後って、全部チーズだよこれ。あ、そうか、いちごのチーズケーキだし。ほんとスフレプリンは最後に取っとこうと思って。これ食べる順番間違えたかな。チーズ3連発よ。焼きチーズタルトって僕本当に好きで、はい、よくアベマズの控え室にチーズタルト買っていくんですよ。いただきます。うまいわ。2位。早いけど、はいはい、2位。さっきのあれにはかなわない。これいくらすんの？僕がいつも行くスイーツ屋は、はい、300円以上するんだけど、はい、税込み168円だね。さっきのカロリーちょっと196キロカロリー。え、伸びーな。うまいし、カロリー少ないし、うん、しかもこれファミマ限定だ。てなわけでチーズタルト2位でございます。はい、残り2品でございますから、この2品で何が来るかな。どっち行く？チーズ3連発じゃあプリン行くわ。スフレプリンします。スフレプリン、はい、チーズ3連発はさすがにくどいんで。いただきます。そして20分前に出会いたかった。なぜ今この8品食べた後で。あのね、今僕が何を欲してるかっつったら、焼き鳥です。はい、しょっぱいものです。しょっぱいものを欲していますよ。だってこれ甘いの、え、これ何この企画、甘いの10連発なの。もう少し楽しいもんだと思ってたんだよ YouTube って。いただきます。ん、あれあれ、プリンがうまいわ。あ、本当ですか。下半身、あのね、これ申し訳ないんですけど、上半身のスフレ部分がこの中では平均ぐらいしかないんですよ。おで、その下の生クリーム&プリンがめちゃくちゃうまい。このプリンの味が大好きなんです僕。プリンアラモードのプリンの味するんですよ。じゃあもうスフレいらない、うん、そうっすね、ぶっちゃけてスフレがなければ1位タイだったんですよ。なるほど、ちょっとやっちゃった感じですか。やっちまったな。出てきましたね、もう一回。やっちまってますね、これは。ポコハル来ました。はい、これやっちゃったな。このプリンが、さっきのノビーナとこのプリンだけだったら、ほんと最強の組み合わせなんだけど、はい、4位ぐらいです。あれ、なんであのスフレが違うんだよな、思ってたスフレと。普通の、いや、あれなんですよ、まずいとかじゃなくて、はい、上品すぎるんですよ。はいはい、僕は、単純な、ケーキのスポンジケーキでいいのに、はい、すげえおしゃれな味に出してきちゃって。よくあるんですけど、プリンでも滑らかな高級なパティシエが作るような高級なプリンよりも、はい、本当にその辺のパン屋で150円ぐらいで売ってるプリンが好きなんで、はい、そのね、ちょっと上品さが出ちゃってんですよ。さあ、ラストでございます。いちごのチーズケーキ。あ、来た。これ見えるかな。言葉悪いんですけど、安っぽいスポンジ、わかります。わかります、わかります。これちょっと、これどこまで見えるかな。ぶっちゃけ安くていいのよ。はい、スポンジケーキは。これは出会った時期が悪かったんですよ。長年好きだった人がいて、はいはい、ね、はい、でも今恋人ができちゃってて、その人に今告られても、今付き合ってる子に情があるし、はいはいはい、今出会いたくなかったな。このお腹パンパンな時に。なんでこのさ、違う道を選んだね、あなた。なんで今更来たの。確かに、なんで今来るんだよ。そういう女性いました。ちなみに高校の時に、はい、一個下の女の子がすげえ可愛いと思ってたの。はい、でもずっと教室から体育とかやってて見てたの、はい、すんごい可愛い子だったの。はい、でやたら目合うなと思ってたの。はい、おいで、その時彼女いたんだけど、はい、やたら目合うなと思ってて、はい、ぶっちゃけもしかしたら気があんのかなこっちにと思ってた、はい、そしたら体育祭の日に、僕応援団やってたんだけど、はい、体育祭の日に一緒に写真撮ってくださいって言われて、はいはい、来たーっつって、はい、うん、すげえ嬉しかったんだけど、はい、結局彼女いたから、はい、もうこれ以上これダメだと思って、はい、写真は撮りました。はい、鼻の下伸ばして、はいはいはい、撮りました、こうやって、はい、撮ったんだけど、それ以上のことはしていけないと思って、はい、はい、それで終わっちゃったんですよ。ほいで、
なんかね卒業してから手紙来たんだよ、はい、その時にその彼女とはもう別れてたんだよ。おで独り身だったんだよ。お来たと思って、はい、で何回かデートしましたね、はい、あれどうなったんだっけ結末忘れちゃったんすか付き合ってねえんだよ。あそうなんだ。何かでダメになったんだよな。会わなくなったんだよな。なんでだろう。仕事がめちゃくちゃ忙しくて連絡が途絶えたのかな。突然亡くなりましたね、はい、番号で呼んでたんだよねその子のことね。あだ名で番号わかります。ゼッケンみたいなのつけるんですよ。あーそういうことか、はい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 、で僕大井だからおだんですよ。 お、はい、おってあいうえお順だと早いんですよ、はい、5番だったんですよ、はい、で7組だったんで、はい、705だったんですよ番号が僕、はいはいはい、あの女性が20何番から50番ぐらいまで行くんですよ、はい、でその子が446でしたね、はい、今でも覚えてます446っていう番号で僕446って呼んでました。いやびっくりした。あの、はい、何人とも同時に付き合ってるから、はい、あのその番号で呼んでるそういう意味かと思う。違うよ戦国武将じゃねえんだから違うよ。というわけでなんだこの話、はい、僕は高校の時に好きだった女の子の話をしましたが結果3位ぐらいでございます。3位ぐらい。今もう僕は付き合っちゃってるのよ。なるほど。ノビールとなんだっけ名前ロビーナだっけ名前忘れたけどノビ付き合ってる人の名前も忘れたけどノビーナです。ノビーナ僕は、ノビーナです、はい、ノビーナ、はい、てなわけで今回ファミマ編でございますね。コンビニスイーツランキング、はい、堂々の1位はじゃ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 ん。堂々の1位はこちらノビーナエクレアチーズでございます。はい、これが最強にうまかったです。てなわけでファミリーマート代表はノビーナエクレアチーズに決まりました。おめでとうございます。はい、皆さんもぜひですね食べてみてください。僕が言ってる気持ちが少しでも分かってくれたらね幸せです。はい、ちょっと待ってください。一応ランキング1位が決まりましたね。ノビーナ、はい、ノビーナですけど。てなわけでこっから30分調校して、はい、今1位から10位まで後で画像で貼ります。はい、てなわけで1位から10位はこちらになります。ドーン。はい、以上でございました。またですね皆さんやってほしいこととかあったらコメント欄にたくさん書いてくださいね。はい、本日はここまでします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てねー。